ありがとう、ありがくまちゃん。ありがとう。かすけさん、くまちゃん、ありがとう。しなさん、くまちゃん、ありがとう。ハートもありがとう。嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。グアピーさん、何これ？ありがとう。ラブユー。くまぴーさん。Oh, me. Kiss me. ありがとう。ウキザリーさん、ありがとう。ちょっとこの配信は、ちょっと早く終わりますね。このビズじゃ、ちょっと時間を、申し訳ないです。竹まつるさん、くまちゃんありがとう。神あつしさん、くまちゃんありがとう。ありがとうございます。トラトラさん、くまちゃんありがとう。神あつしさん、いっぱいくまちゃんありがとう。嬉しいだけ。しおりんさん、くまちゃんありがとう。レグルさんもくまちゃんありがとう。まー、あ、さん、くまちゃん鳥はいっぱいありがとう。しおりんさんもくまちゃん鳥ありがとう。かわいいよね、きっと。だからじゃあ、私が黒い服着てるからか。反射してんのか。今日誕生日です。あーらに祝ってもらえたら、尻尾振ってお腹を見せて喜びます。かずきんさん、誕生日おめでとう。良い一年にしてください。なんでさ、TikTok のコメントを書いてくれなかったの？ なんで書いてくれなかったの？おめでとうってコメントするのに。文面でも残したいじゃん。しやけんさんありがとう。しおりんさんありがとう。レッスン頑張ってきました。モンブランさん、くまちゃんありがとう。ピピさん、くまちゃんありがとう。ドグラスさん、くまちゃんありがとう。ミスターさん、くまちゃんありがとう。かずきさんありがとう、ありがとう。ドグラスさん、くまちっぱありがとう。流れ者さん、くまちゃんありがとう。ウィザリさん、寝坊したありがとう。土日早かったですね。皆さんは何をして過ごしましたか？私は、昨日何してたっけ？昨日レッスンでした。めっちゃ、そう、ミホリンのコメントに書いて、見た人は見たかもしれないんですけど、めっちゃ歌詞間違えたんですよね。なんで？みたいな。なんで間違えた？みたいな。みたいなとこで間違えたり。そういう日でしたね。でも、今日じゃないわ。今日はね、違う基礎レッスンだったんですけど、楽しかったです。勉強偉い。ビットコインって何ですか？カズキンさん。ありがとう。ラビュー。カズキンさん、おみキスミありがとう。ギダリさん、みじろくまちゃんありがとう。篠原くん、くまちゃんありがとう。川又さん、頑張ってるかなと思いながらダラダラしてました。ダラダラが一番ですね。ありがとう。まあ頑張ってるのかな。五分五分ですね。五分五分です。でも今日はほんまに、昨日と今日私偉くて、偉い、超偉いんですよ。そう、寝る前にそう勉強をして、朝起きてもちょっと勉強した、ちょっとね。 ここのちょっと大事だけどしたんですよね。いや、我ながら偉いなって思います。いやー、よくできた娘だって思ってます。一日寝てた、いいねー。いや、私昨日1時に寝れたんですよ。結構幸せでした。焼肉いいなー。リコチのマシュマロさんありがとう。クマちゃん、大熊さん、クマちゃんありがとう。毎日ストレッチしてるの偉いね。ヒデブンさんありがとう。ハート、最近頑張れてない。そんなことないですよ。砂原くん、ありがとう。ラーの人さん、ありがとう、ハート。そう、ラーの人で思い出すのもなんか変だけどさ、そう、マイハブラーメン部っていうのがあるらしくて、私まだ入部できてなくて、今日もね、誘ってもらったんですよ。そう、入部できそうだったんですけど、そう、お家にご飯があるから、と思って。そう、行きたいです。早くマイハブラーメン部に加入したいです。加入したい。
カーストウさん尊い、ありがとう。ミキヤくん、クマちゃん、ありがとう。シヒサさん、ありがとう。アナちゃんに会えるイベは11月25の対バンと11月30日に定期公演、マイハブがやってるとファミがあります。で、定期公演の申し込みが明日の23時59分までなので、ナイスですね。ぜひお待ちしてます。アリンコさん、ありがとう。クマちゃん、ジム行ったの偉すぎ。 JT さん、レインボーしてありがとう。入部条件はマイハブであることと、多分ラーメンを食べれることだと思います。ドグラスさん、ありがとう。クマちゃん、いっぱいありがとう。カピさん、5人じゃないか、5体のクマちゃん、ありがとう。東京ね、ラーメン屋さんいっぱいありますからね。私最近夢ばっか見ます今日の夢はすごい、最初ディズニーに行ってたんですけど、まあ、ディズニーという名のなんかユニバみたいな、なんかジェットコースター系がめっちゃ多いディズニーで、でその中にウサギ小屋があって、なんかわかんないんですけど、なんかちっちゃいウサギがと大きいウサギ、触れ合えるウサギがいて、触れ合えるウサギはおむつしてた夢の中でね、ウサギおむつしてた。で部屋の中をなんか通路をただ通るだけなんですけど、ウサギと同じなんか空間だよみたいな、でおむつしたウサギがいました夢占いさんです。じゃあウサギのことに関しては悪いことではなかったんですけど、やっぱおむつをしているウサギっていうのは夢占い的には引っかからなくて、ちょっとあんま分かんなかったですねそう、おかぴさんありがとう。かすきさん、くまちゃんありがとう。おパンチウサギ、え待って、おパンチウサギだ、やばい、死ぬんだけど実写版おパンチウサギ見ちゃったってこと私で、一回起きたんですよ。それが8時か9時かだったんです。で、あ、まだ寝れるじゃんと思って寝たら違う夢見て、次の夢はなんか追いかけられてて、なんか政府とかそういうガチな人に追いかけられてる、追いかけられてるっていうか鬼ごっことかじゃなくて探されてるみたいな、でも本当に隠れられない、もう、 こう家みたいなとこにいたんですけど、もうここまで来てるみたいな、でこれ以上どうしようってなった時に、最後のあの手を使うしかないって言われて、なんか透明人間にさせられたんかな、なんかわかんないけど、なんか気持ちはなんだっけな、なんて言ったら説明したいんだろう、なんかまあなんか透明人間にさせられて、でそう捕まらずに免れたっていう夢だったんですけど、次は分かんないですよね。まあそういう夢ですお母さんハートありがとう。いなちさんハートありがとう。天使ぐさん結婚してありがとう。あの海へ行く7月さんありがとう。連邦したおかっぴさん、くぼちゃんサンタありがとう。もたらさん、くぼちゃんありがとう。そのね、前の日もね、夢見てて、何だったっけな、でも夢占いしたんですよ。そう、昨日まで覚えてたんですけど、もう覚えてないな。夢占いしたんですけどね、何だったんだろう。ただ夢占いしたらストレスみたいなストレスがあるみたいなって書かれてた、それだけ覚えてる。何見たかな、忘れたわ。ニキヤくん、桃太郎さんありがとう。透明になれる方法、息を潜ませることですね。占い行きたいです。占いに頼るのも良くないですけど行きたいです。普通に何聞こっかな、仕事とか聞くの怖いから聞かないんですよね基本。なんだろうな、でもタロットやりたいですね。タロットやってほしいです。有名な方がいたらぜひ。あとはもう本当に霊媒師の方、知り合いに霊媒師いなくて、なんか当たり前だと思うんですけど、なんかその怖い体験をする方とか、心霊体験話す方って大体知り合いに霊媒師がいるんですね。知り合いの霊媒師に聞いたらとか、
こういうことがあったって話したらみたいな、すぐ出てくるんです、知り合いの霊媒師って。でも私はいないんですね。知り合いの霊媒師が欲しいです、私。だから皆さんの中でね、霊媒師さんがいたらご連絡ください、もしくは霊媒師になってください。ナオトさんありがとう。で見える人いたら普通に教えてほしい、本当に気になる。でも私本当に良くないのは全部幽霊のせいにするの本当に悪いと思ってるから、そこは直していきたいなって思う。恨まれそうだ。あ、指はね大丈夫なんですよ。なんかね絆創膏してるんですけど、絆創膏じゃなくてテープとして使ってて、爪がね割れて、そのなんか物を持ってた時に落としちゃって爪が引っかかっちゃって、半分までちょっとねやっちゃってるんですよ。しかもギリギリ痛いところ、なんか皮膚とちょっとつながってる部分あるじゃん、そこの部分なんですよ。だからそうそう、折られたらね困っちゃうので、そう、あの折れないようにくっつけてます。もうちょっと伸びないとこれは多分痛いやつなんで、頑張って頑張ってもらってます。そう、セロハンテープじゃない、間違えた、絆創膏に。ナオトさん、クマありがとう。知り合いの知り合いのならいるけど、その距離だと怪しいからもう霊媒師になってくれる。ユージーさんありがとう、ありがとうございます。体験しないのが一番いいですからね、そう思います。普通の日常を暮らしていきたいです。イエーイ、嬉しいだけ。サウナ？こっちでサウナもう行けないか。広島にいた時は一人暮らしをしてたので、一人の時間しかなかったからこそ、サウナ行こうってなっても一人の判断で、あ、今日サウナ行こう、はい行っちゃろうみたいな。そう、でも私、あ、いいや、そうだったんですよ。けど今ってはいサウナ行ってきますみたいな、もうなんか難しいじゃないですか、家族と暮らしてたら。そう、そう気分屋なんで私。そう、距離的にはね同じかもしれないんですけど、やる気が起きないですね。やっぱ犬がね家にいるとなんかもう、そう、うん、犬に呼び寄せられて家にいちゃいます。そう、そうなんですよ。あと昼間だったら行くけどって感じ。なんだかんだなんかね、今日とかも2時間レッスンだったんですけど、なんか移動とかも含んだら、広島住んでる時あんまその電車で移動とかしてないから、今はしてるんで、その時間もちょっとねって思います。よしこっくんありがとう、くまちゃん。ソーリーさん、ハタありがとう。ゆしこっくん、三体くまちゃんありがとう。でもサウナ1回も行ってないんです。前幅入ってからも1回行ってない。前幅入る前も全然行ってないです。行ってないんですよ。行きたいけどね、行きたいなーって思うタイミングが来るんですけど、でもやる気起きないですね。行く行くやる気起きなくて困ってます。もうスマホ依存症なんで、スマホ持ち運べるとかじゃないと無理です。スマホ壊れちゃう、本当に。スマホが最近手放せなくて困ってます。すぐスマホです。ありがとう、くまぴさん、くまちゃん。今日ってさ、壇上書いた方がいいかな、どう思う、書いてほしいかな、すら書いてほしいわな。書くね。一人用サウナ、セキさんありがとう。一人用サウナか、カストルさん結婚してありがとう。皆さんは最近はどうですか、日常。雑。1、2、3、4、5、11月17でいいですよね、今日は。あ、17か。1、2、3、4、5、6、
なの。ぼちぼちですか。ミスターさん、サンタイクマちゃんありがとう。あの海に行く7月さん結婚してありがとうございます。ロウリュウって体験したことありますよ。アナちゃんに会うためにボーナス出るの待ちです。へん、最近やたら眠い、そういう時あるよね。シュリンさんありがとう。サンタイクマちゃん、なんか物足りないんすよね。そうなのですね。よしここくん、くまちゃんありがとう。最近眠い？そうなんじゃ。そういう時期なんかな。私最近はね、もう上がり下がりがひどくて困ってます。自分に。自分に。すいやー、みんなそんな感じですかね。日常みんな眠い感じですかね。どこにも出かけないんですか。みんな気温変化激しくて、いや今日暖かかったですよね昼間。そうなんですけどね。自律神経どうやって整えるのものなんでしょうか。でもね、しょうがない気がするの。しょうがない気がするんだよね。だってさ、寝る時間とかもさ、起きる時間もさ、バラバラになってしまうから。オタ活が忙しかった。いいなぁ。いいなぁ。つらい。泣きそう。半袖でいるの？今も。強い、それはさすがに強いな。お疲れうどん。明日寒くなるらしい。なんか来週の川も川水が寒いらしいですよ。うん、つらいよ、つらいよ。当たったら行く。当たりますように。楽しみだね。明日3度、寒い地域だもんね。寒い地域というか、いや一緒、一緒ぐらい。いや寒いか。最低4度とは。でも本当に冬じゃん。嫌なんだけど、本当に冬嫌なんだけど、本当に嫌なんだけど。人間体内時計が25時間だから、寝る食べるを毎日誤差1時間以内にする。無理なんだけど。でもね、割とね、私最近起きる時間とかは、まあ、大体かも。大体いい感じ。寝るのがねちょっとむずいな。むずいですね。よしんありがとう。冬苦手、わかる。冬の何が苦手って、寒いの嫌じゃん。でも暖房つけると気分悪くなるじゃん。気持ち悪くなるじゃん。あのあれ嫌だ。ちょうどいいさ、こうガッチさせたい。なんかさ、夏ってさ、暑い嫌だと思って冷房つけるじゃん。へー涼しい、へーってなるじゃん。じゃなくない？なんか暖房つけたら気持ち悪くもなるじゃん。で換気するじゃん。換気したら寒いじゃん。なんなんあれ。みーくんかわいい、ありがとう。朝起きてすぐに私カーテン開いて朝日浴びるんですけどね。でも朝日じゃないのかも、もうそれは。換気大事ですよね。そんなことない。あ、そうなんですね。そう、でも私は床暖なので、床暖はねもうへばりついちゃうぐらい気持ちいいです。ちょうどいいですよね。朝日じゃなくてもいいんですか。アンナ1日 Vlog。 何これ。
間違ってませんか。あ、私にいいですか。ありがとうございます。バーミヤンさん、くまちゃん、タワーありがとう。タワーじゃなかった、間違えた。なんて言ったらいいんだろう。三千体、違うか。三千体、くまちゃんありがとう。防犯ブザー鳴ってるんだけど大丈夫そう。防犯ブザー鳴ってた。ありがとうバーミヤンさん、いっぱいくまちゃん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。かすきさんありがとう。助けに行かないといけなかったかな、すぐ止まったんだけど大丈夫かな。不安感じやすいタイプかな、私そんなタイプなんですかね、わかんないです。不安になったりするタイプではないと。なっかんさんありがとう。ということで誕生日ます。13位篠原くん、12位桃太郎さん、11位ゴキザリーさん、10位しおりーさん、9位かすけさん、8位ピピさん、7位 J 金子さん、6位川田徹さん、5位ドグラスさん、4位おかっぴさん、3位神谷敦史さん、2位くまっぴーさん、1位かずきんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。星さんありがとう、ありがとうございます。ということで本日はね、配信を見てくださりありがとうございます。たくさん寝たいと思います、引き続き。で明日はちょっと早く起きる、そう7時33分に起きてるかもしれない、私これもしかすると起きてる日だってあるんだよね実はね。起きてる日だってあるんだからね。寿命1年伸びたらよかった、2年ぐらい伸ばしてください。そうバイチャラポー。ということで配信を見てくれてありがとうございました。 TikTok のコメントお待ちしてます。 TikTok のコメントはしましたか。してないですよね。あ、してくれましたか。してくれた人はねすごく好きなんですけど。ありがとうございます。ギリギリ間に合ってよかった、ありがとう、来てくれてありがとうございます。インスタグラムも見てください。インスタグラムもねぜひ見てください、投稿したんで。あとは何ですかね。あ、定期声の申し込みが明日までになってます、ぜひ。あとポッドキャストもね聞いてください。もうちょっとでラジオ来るわ、頑張るわ、いちかちゃんとりーたんと。不安メンツ。あとは何の話だっけ。なんかこれ今日告知しないとなーって思ったやつがあったんですけど、なんだろうね、まあ、SNS よろしくお願いしますということで終わります。ありがとうございます。明日の発言はもう決まっております。バイバーイ。今日もありがとうございました。早く寝ましょう。はい。